新 AI 対戦会、メルキゼキア予選 B 組は、ナニボウ、ドラタカ、テレボンの3人です。それでは、スタート。いやー、音楽が相変わらずいいですね。はい。さあ、いつも活躍しているトラップスパイダー、来ました。何から置くか。マンティコは珍しいね。相手の手札、自分の手札だったかな。相手の手札か自分の手札の枚数かける10という。さあ、チオを取った。チブックがチオを取って、ヒブックが火を取った。いいスタートだ。マナ、最初から使ってくれるね。使ってくれるときと使ってくれないときがあるんだよね。この違いがよくわからない。おお、こっちも拾った。おお、それぞれ、自分の色の土地が取れたということで、素晴らしいスタートと言えるでしょう。早速フェーム、早いよ。レベルを上げてからにしろ。薬事エイト。まあでも、プラスにはなってるから悪くはない。さあ、置くか、トラップスパイダー。置くと、置いてもそれなりに使える。地形効果が合うからね、カモフラージュ効果があって。さあ、ルーソレイユはさすがに早いだろう。セフトもしかするといいかもしれないね。セフトで相手のドレマか、ルーソレイユを奪うっていう可能性があるからね。うん、それだけでもだいぶ価値が高い。ゲットシーは水に置けず。セレクション。珍しいもの入れてるね。セレクションは、領地能力を持つクリーチャーに20ダメージっていう。珍しい。おー、早い。ルーソリー。まあでも、序盤のルーソリーは、まあ怖くないというか、大して被害ではないからね。後半のね、戦時あたり使う。おっと、もう、すでに、一周目で地2連鎖。これはでかい。さまな。どれも使わない。マナも使わない。サケット氏は置かない。さすがに。ハンターソング。まだ早いか。さあ、早速ハマってはいないし。テレキもまだ早いね。セフトをドレマしてくれるかな。あ、セフト。ドレマをセフトしてくれるかなと思ったけど、なかなかしてくれないね。お、これまたダイスがいいんじゃないですか。さあ、非3連鎖いくか。非2連鎖か。2連鎖。ドラタカが非2連鎖。テレポンが地2連鎖か3連鎖。またトラップスパイできた。いやらしいやつ来た。さあ、セフト。ドレマ奪うんだ。でかい。これが証明されたのはかなりでかいぞ。ということは、ルーソレイユも奪ってくれるってことだね。これは、サーガはどうしても、レベルを上げずに、魔力奪うドレマ合戦、ルーソレイユ合戦になることが多いんで、それをセフトで奪えるってことは、今度はセフト合戦が始まるってことだ。これが分かったのはでかいな。なんと、非3連鎖になった。さあ、ハンターソング使わずに捨てる。さあ、またドラップスパイダー置く。地2連鎖になった。さあ、上げるかどうか。さあ、ギフト。ギフトは役に立つから使うと思うが。さあ、攻めたいが、攻めるクリーチャーがない。もったいない。さあ、イエティも出せ。イエティは水がないと出せないかな。マナ使って 100G を得たからレベルを上げるかどうか。上げた。上げた。まあ、隣が自分のクリーチャーだと安心して上げる傾向がある。さあ、いきなり1周目からレベル4を作った。
いやー、まずいぞ。これは踏んだらもう終わる。そう。即落ちゲームになる可能性がある。素晴らしいな。火3連鎖まで作ったからな。だからさっさとドレマしてしまえばよかった。これドレマが役に立たない。テレキネスっていう手があるか。一回戻す。一回踏まないためにずらしておいて。ホーリーアサイラムなんだ。さあ、ハマったか？ハマってはいない。さあ、自分もあげるかどうか。地変にした。地変を優先。え？3連鎖になった。でも地変使った分お金使ってからレベル上げができない。さあ、ハマったか？ハマってはいない。いいとこにフェイトを置いた。死んでもいいし、ワンドローしてもいい。おお、使わない。ランドレ。これハマるんじゃないか？ハマるんじゃないか？ああ、ハマってはいない。大丈夫、助かった。そこのね、遅延されると。さあ、エレベートは結構使ってくれる傾向があるという。マタイガを上げた。とりあえず超えた。とりあえず超えた。さあ、マナが役に立って、レベル4を一気に作ったが、お金がない。お金がない。置きたいけどお金がない。さあ、これでどなたかにランドレーン行くといくつ土地があるんだ。せおーっと、これは1個売っ払う羽目だった。ナイスランドドレインと思ったけど、20時払ったからギリギリ助かった。助かった。ドレマジックは何棒に行っちゃうのがちょっともったいないよね。どなたかに行きたいところだが、惜しい。ドロデカ 8G! 助かった。助かった。助かった。あ、しかし、ここで売っ払うことになる。助かったのに。あ、でも、地の土地でよかったね。非3連鎖は維持のまま。今なら、もしかすると倒せるかもしれない。ヘイストで？大丈夫か？大丈夫か？高額地踏んでしまう可能性はないか？大丈夫か？ 1、2、3、4、5。し、1、2、3、4、5、6、6で踏むよ。3分の1で踏むぞ。3分の1で踏むぞ。大丈夫かと思ったけど。いや、864踏んでしまいそうだぞ。さあ、ホーリーアサイラム。なんだ？ランプロみたいな感じかな？ホーリーアサイラムは、レベルダウンの効果と、HP を下げるダメージ効果を受けないっていう。まあ、ほぼランプロに近いんだが。さあ、ルースレイを捨ててしまった。これはもったいない。さあ、1、2、3、4、5、はまってはいない。さあ、そこにアマゾン置く。さあ、3分の1、6、7、8、6が出たら864支払う羽目になる。さあ、どうだ？どうだ？と超えた。焦った。もしかすると踏んでも落としたかもしれないな、イーグルレピアで。どなたかのアイテムは見ていないが。さあ、メタモーフベルトは変身する。さあ、うまい。エレベートからのフェイムで確実にお金は入ると。さあ、またレベルを上げるか、配置するか。さあ、トロタカのアイテムを見よう。アイテムを見よう。ああ、こっちもイーグルレイピア、プレートメール持ってたから、まあ大丈夫か。これでアイテムをまた拾うかな。クリちゃんにした。さあ、イエティがいらない。見つかないで。レベル上げない。レベル4が1個あれば十分だろうという。さあ、インフルエンスはもったいないか。セレクションは使える相手がいない。さあ、砦に止まった。どっか上げるかどうか。地変か。上げない。さあ、アースシールドいいんだが。さあ、テレキネス使わないね。かたくなに使ってくれない。さあ、ケットしやっつける手札はあるか。ない。クリーチャーがないのがきついな。クリーチャーがないのがきつい。ないずれあのバーバリアにはまって終わりそう。さあ、どれま使うか。どれま使う。もちろん何棒から。何棒レベル上げてないからお金を持っている。207奪ってまたあげるか。やっつけに行かない。地の土地はいらないと。さあ、火の連鎖で使いたいが使ってくれない。マンティコアか、そう、どっか、カシャあたりにアップヒーパー使ってくれそうなもんだけど、今お金吸われてお金がなくなってからかな。
マナじゃない。マミーしかない。マミーしかないから攻撃できない。防御型を攻撃できない。ハマりそう。バーバリアンにはまりそう。さあ、マナを使ってくれる。結構うまい AI 調整になってますね、ドラタカは。適度にレベル上げし、適度に配置し、適度にスペルを使ってお金を稼いでいるという状況。圧倒的ドラタカ1。そしてまたランドリーがドラタカに飛ぶか。ああ、遅延使ってくれる。今置いた風と血のマンティコアにちゃんとアップヒバルしてくれた。これ2連鎖になった。はまらない。ギリギリ助かっている。さあ、ドレマ。ドレマ使う相手があんまりいない。さあ、テレキを使え。使わない。はまる。状態だ。ここは、マミー置いておかない。置いてテレキかなと思ったんだけど、そうはしないか。さあ、アイテム充実している。これはなかなか落とせそうもないアイテムが充実している。さあ、これで4連鎖になった。音楽変わったか。音楽変わったか。ドラタカが2500超えたか。そしてそこに、もちろんランドレ。いやー、ランドレ効くねえ。ランドレ効くねえ。120奪った。金がない状態で、アイテム使わせずに攻撃するという形ができればいいんだが、クリーチャーがない。問題は、おっと。あー、テレキ捨てるか。テレキいつ使ってくれるかなと思ったんだけど、使ってはくれない。フェアリーライトはなかなかいいが、960レベル4が強すぎて硬すぎていつ誰がハマるかっていう勝負になっている。倒せない。レベル上げないか、ドワーフ。さあ、スチュンパリデスも来た。強いぞ。スチュンパリデスでも置けるか。置けるね。さあ、またアップヒブル使うか。おお、いつ誰がハマるかっていうところだけど、ギリギリ耐えている。ギリギリ耐えている。クリーチャーがない。そこは問題だ。ギフト。ギフトは使ってくれる。ギフトプラス、フェアリーライト強いよね。毎ターン、110。また防御型だ。防御型では、防御型では攻められないからお金払うだけになる。さあ、ドラタカは3078超えて圧倒的順調。そしてこっちもギフト。で、アイテムはイーグルレイピア、プレートメール、スペクターローブとあって、潤沢。さらにカウンターアームルも引いてきた。強すぎる。さあ、スチュンバリデス置いた。マンティコアには強そうだ。反射、デコイ効果があるんでね。さあ、アップヒーパル使うか。使わない。ハンターソングを使った。ハンターソング使っても今、倒せるやつがいるかどうか。全員アイテムが充実しているんで、攻めていっても倒せそうもない。トラップスパイダーはレベルを上げない。さあ、こっちまた防御型しか引かない。防御型しか引かないが、ドレマ。ドレマも何棒の方に行く。セフトで最初ドレマを奪ったのは良かったんだが、防御型しかないから攻められない。さあ、こっちもハンターソング使いそう。使わない。さあ、ケットシも上げるかどうか。上げた。上げた。レベル4がどんどん作られていく。しかし手持ちの魔力は198、全然十分だ。これはハマるでしょう。ハマる。おお、耐えた。誰がハマるか勝負になってる。レベル上げたもん勝ちか。さあ、これも1,2,3,4,5,6 あたり出るとハマってしまう。さあ、防御型しか来ない。防御型しか来ない。攻められない。全く攻められない。さあ、ガセアスまで来た。硬すぎる。当たり硬すぎる。アイテムが硬すぎて落ちそうもない。攻めない。いやー、これもう3800までいった。もう一周すると終わりそう。しかもアイテムが充実していて、ザハンドが一番重要かと思うが、それは無視して、さあ、ハマってしまった。さあ、ハマってしまった。いや、勝負したいところでハマってしまっている。1900。他の2人は1900なのに、ドラタカだけ3800まで登っている。エレベートは使ってくれる。レベルがあった。さあ、はまってしまった。しかも、攻めるクリーチャーがない。これ、このまま終わるんじゃないか。過去最短、最短。あと 430G あれば終わってしまう。430G 入りそう。入りそう。おっと、ゆっくり。しかも、これで、地形効果で3連鎖で、
より終わりそう。4740までいった。確実にこれは終わる。誰も止める手段がない。テレキネシスでずらすっていう手があったんだけど、あったんだけど、それ使わずに終わってしまう。過去最短か、これは。さあ、倒せるクリーチャーがない。マットマンしかない。いや、レベル上げても、すでに時遅し。レベル上げるかどうかもわからないが。上げる、上げる、上げてはくれるんだが、さあ、どれまして、より強固に完璧。早すぎー、強い。4連鎖、レベル4を2個作ったドラタカが圧倒的速さで終了しましたと。今回の収穫は、セフトでドレマを奪ってくれるってことでしたね。でも、それよりも強かったドラタカという感じです。分析しましょう。はい、誰も追いつけず圧倒的圧勝。さあ、見るまでもない僅差で2位テレポンという感じですね。さあ、相馬力、土地、何を見ても最強だ。通行量、ダッシュも7回、926、十分。さあ、他は特にないか。侵略がなんと、戦闘が0回だった。悲しい。これがカルドセプトか。そういえば、戦闘の音が聞かなかったね。周回は普通、土地が8個。強いね。というわけで、決勝進出はドラタカでした。次回、メルキゼキア決勝をお楽しみに。では。